皆さん、こんにちは。女優や映画監督として活動していた水井真紀さんが2023年7月23日に亡くなっていたことが判明しました。2023年7月28日に水井さんの SNS を通じて姉がコメントを発表しました。水井真紀の姉です。突然のご報告失礼します。2023年7月23日水井真紀は永眠いたしました。昨日家族にて見送りは済ませております。生前皆様にはご迷惑をおかけし、また大変お世話になりました。今まで本当にありがとうございましたと綴りました。続けて水井さんの SNS についてはこのツイッターアカウントに関して言葉や表現が不適切な部分がたくさんあったかもしれませんが、水井の生きた証の一つとして一旦このままにさせていただきたいと思いますと報告しました。水井さんは拉致強制わいせつ被害の経験を持ち、自身の体験などをもとに講演や映画制作を行っていた水井さん、2022年には業界関係者から性加害や暴力を受けていたことを SNS で告発していました。そこで今回は水井さんの性被害の真相、死因についてまで経歴と合わせて調査していきます。簡単なプロフィールは次の通りです。生年月日1990年8月10日身長157センチメートル。まず経歴についてですが、10代後半から詩人で映画監督の園子温さんに師事し、その後特殊メイクアップアーティストの西村紀博さんが率いる西村で映像制作を学び、ストレンジサーカス、奇妙なサーカスや片腕マシンガールなどに現場スタッフとして携わります。特殊メイク造形の技術を生かして幽霊役で映画に出演したのをきっかけに役者の道に進み、グラビアアイドルとしても活動を開始。映画終わらない青や一軸小鉢、マリア協奏曲などで主演を務め、14年には自身が被害者として経験した連続拉致事件を題材に脚本を執筆したらで映画監督デビューを果たします。続いて水井さんが受けてきた性被害の真相についてですが、水井さんは昨年業界関係者から性被害や暴力を受けていたとツイッターで告発していました。告発はとても勇気のいることですし、たくさん悩んだと思います。そんな中勇気を持って告発していた水井さん、とても素晴らしい行動だと思います。ツイッターに上がっていた告発内容は、ストーカーをしていた加害男性の身勝手な行動ばかりでひどいものでした。以下ツイート内容です。初めてその男、仮に K としますに会ったのは2011年映画一軸小鉢の試写会でした。 K は映画評論家とのことで、実際に論評がネットにアップされました。今は亡き渋谷アップリンクに田中さんはラジオ体操をしないを見に行ったら、 K 監督作との併映でしたが、 K とは会話せずに帰りました。その後 K からの誘いでコナン君の映画を見に行きました。その後 K からの誘いで横浜の美術館に行きました。夕飯に中華を食べたのですが、中華街の寺院の門前で壁ドンされ逃げられない状態にされ、無理やり更新を奪われました。その男性から受けた被害をまとめてみました。逃げられない状態にされ、強引に唇を奪われる。食事に誘われ仕方なく向かうと、また無理やり唇を奪われる。ドキュメンタリーに出演しないかと打診され、断れずに内容を聞くと、水井さんが加害男性を好きになるという内容で、やらせのシナリオを作られた。福島へ撮影に行き、撮影をするも炎天下の中、飲み物さえ飲めず熱中症になりそうだった。福島で撮影中はお寺に泊まっていたが、男性から君の態度が悪いからお寺を追い出された、野宿とラブホテルどちらが良いか選べと言われた。ラブホテルで強姦された。男性からは電話とメールがしつこく連絡が来るようになる。男性は水井さんの実家の前に座り込み、インターホンや電話を鳴らされる。
男性は水井さんの仕事関係者に電話をかけ、自分と水井は付き合っているが血は喧嘩中なので仲裁してほしいと言っていた。映画評論家の男性がしたとされる行動や態度はかなり悪質なものだったと言えますよね。実家にまで現れたり、職場に電話をされ付き合っていると嘘までつかれるなんて、かなりのストレスだったのではないでしょうか。そもそも水井さんはなぜ男性の言うことに従ってしまったのか、誘いを断ることはできなかったのかと思う方もいると思います。水井さんは映画評論家の男性からご飯に誘われたり撮影の打診があった際に断れなかった理由について、相手は権力者なので、もし断って怒りを買ってしまった場合変な風に評論されてしまうといった心配もあったそうです。そのため食事に誘われたり撮影の打診があった時には会っていたそうです。また水野さんの話によれば、その男性は結婚しており子供もいるとのことです。立場を利用して性加害に及ぶなんて、かなり身勝手な行動かと思います。水井さんは辛い思いをされていたんですね。続いて死因についてですが、いくつか考えられる原因があります。死因1、持病の悪化。水井真紀さんの亡くなった理由の一つ目は持病の悪化です。水井真紀さんはこのように SNS に投稿しています。ゴールデンウィークに撮影会開催したいけど病状が回復する確証がない、5キログラム落ちた、このように持病があり、水井真紀さんは腎臓に持病を患っていたようです。詳しい病名については明らかにされていません。死因に PTSD による自殺。水井真紀さんの亡くなった理由の2つ目は PTSD による自殺です。水井真紀さんは自身が PTSD と診断されていたことを過去のインタビューで明かしています。私は事件の後心療内科に行ったんですね。結局は PTSD 心的外傷後ストレス障害という診断を受けたのですが、私の体験したことを話しても最初はお医者さんが信じてくれなかったんです。死因には触れられていないので PTSD による自殺という可能性もありますが明らかにされていません。死因3、父親の訃報。水井真紀さんの亡くなった理由3つ目は父親の訃報です。水井真紀さんは自身の SNS でこのような投稿をしていました。お父さんが脳梗塞で入院したけど、お父さんが死んだら僕も死ぬ。水井真紀さんの父親は脳梗塞で入院していたようです。幼少期には父親に殴られた経験を告白している水井真紀さん、同時に父親を好きであることも公表していました。もしかしたら父親の脳梗塞が治らずに亡くなってしまい、ショックで水井真紀さん自ら命を絶ってしまったのかもしれませんね。しかしこれについては SNS の投稿からの憶測なので、真相は水井真紀さんにしか分かりません。水井真紀さんの突然の訃報に驚きを隠せませんが、ご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。